皆さん、こんにちは、サンディです。今日はですね、もう12月入ったってことで、見てもらってわかると思うんですけども、今回はクリスマスカラーを使ったメイクをしています。では始めましょう。はい、で始める前にお話ししておこうかなって思うことがあります。このメイクは結構派手な色を使っています。なので、まあ好みがあると思います。で、一つだけ言いたいことなんですけども、もちろんね、ちゃんとしなきゃいけない場面では、場所ではこういうメイクはしません。ただ私はメイクが大好きなので、コスメ大好きだし、メイクで遊ぶのも大好きです。だからこういったカラーの、メイクすることも大好きです。で、まあ嫌いな人もいると思います。苦手な人とかもいると思います。なので、まあそういう人は、まあこれこの後は別に見なくても大丈夫です。でも好きな人は、もしよかったらこのまま見ていってください。はい、ってことでチュートリアルを始めたいと思います。はい、ここまで見てくれてありがとうございました。多分気になった人もいると思うんですけども、今日使ってるカラコンですが、ティアモさんからいただいたカラコンになります。新しく出たシリーズになります。このカラコンに関しての情報だったりとか、リンクは下に詳細欄のところに残しておきます。でね、前にもティアモさんにカラコンいただいて、ハロウィンシリーズ、ハロウィンの時に、カラコンを使わせていただいたんですけども、ハロウィン限定シリーズのものと、あと定番化している、シリーズも使ったことあるんですけども、すごくね、つけ心地のが良すぎて、もうつけてること忘れちゃうぐらい本当にめちゃくちゃいいカラコンになります。そしてね、たくさんいろんな色が あるので、っていうのと、あとは、今ね、結構ね、インスタグラムで抽選会だったりとか、セールだったりとかっていうのを結構ね、なされているので、もしよかったらインスタグラムの方も、よかったらフォローしてください。で、これはね、別にね、自分がいただいたから勧めてるんじゃなくて、本当に自分がいいって思うものはいただいたとしてもね、
なんかうんって思ったものはそんなにご了承しないけど、でも自分が本当に好きでおすすめできるものは絶対こんな感じでおすすめします。なのでこのカラコンはおすすめします。まあそんな感じでね、もうこのビデオ終わりたいと思います。もしよかったらインスタグラムの方もフォローしててください。そしてこのビデオがいいな、好きだなって思った人はライク残してってね。まあそんな感じで、このビデオを終わりたいと思います。ではまたねー。